はい、こんにちは。今回ジョヨンマーの、オイル交換で、あとグリスアップで、長期保管、冬の間動かさないんで、この長期つかない場合のこの保管の仕方っていうのをちょっと紹介したいなと思います。まあ自己流ではあるんですけれども、なんか参考になればと思いますんで、じゃあやっていきましょうね。使うエンジンオイルはこの 10W から 30 のリッターあたり一番安いやつで何でもいいんで、あのこれにします。で、農機具とあと軽トラとかね、あのオイル交換するときにね、ここガソリン車、ディーゼル車、こう両方とも兼用のやつを選ぶとあのいいですよ。あのね、そこまで納期にいいオイル使う必要も正直ないんで、もうこれ一番安いやつね、これ使います。実際どれぐらいのオイルの量を入れるかというと、このジョイマーはね、ここに書いてあるんですよね、オイル交換時は1.6リットルで、フィルターオイル交換時は1.8リットル。今回フィルター交換しないんで、まあ、1.6 で考えています。で、中を開けてみるとね、これがあれですね、注ぐ口ですよね。で、ちょっとこれ緩めておいて、で、これね、実際どこからオイル取るかというと、ここにあるんですよ、こいつですね。ここをね、クイクイってこう、なんかレンチでも何でもいいんで回すと、オイルが外に排出されるっていう感じですね。で、ここちょっとクイクイってやってみますね。この乗用モアはどこからオイルを出すかっていうと、ここにね、ホースあるじゃないですか、これ、ここから内部の、オイルがバーッと出てきます。なので、ここの下に、はい、受け皿を置いておきます。じゃあ先、オイル準備しちゃいますね。1.6 リットルって書いてあったんで、まあ大体目安で 1.6 入れますよ。よいしょ、こんなもんかな。よいしょ、はい、はい、もうだいぶオイルの量少なくなって、ね、全部ほぼほぼ出し切ったんで、これで止めちゃいますね。またさっきのところ、クイクイって閉めます。はい、OK ですね。ここ閉めました。そしたらここ開きます。よいしょ、はい、でゆっくり入れます。よし、はい、どうかな、オイルチェックしますね。あ、大丈夫ですね、ちょうどぴったりだ。よし、はい、これでオイル交換はおしまいです。で、次にグリスアップなんですけれども、これもね、こういうふうにやるところここにありますよって全部矢印で示されてるんですよね。なので、これをやっていきたいと思います。僕の農機具屋さんに一番教わったのは、この前の真ん中、ハンドルを動かす部分と、あと前タイヤのね、ここの部分は絶対やっといてくださいねって言われてるんで、まあ全部やりますけどね。特に前の方はやっといた方がいいよって農機具屋さん言ってましたね。やってきます。
で、グリスアップ、ね、グリスを入れるのに使うのこういうやつですね。ちょっと正式名称忘れましたけど、ホームセンターに売ってます。で、これね、よいしょ、ちょっと開けると、まあね、中はこうなってるんですよ。てか、もうないっすね、これね。買ってこようかな、買ってくるか。はい、コメリって買ってきました。商品名、これシャーシーグリースって書いてありましたね。で、これがグリースガンって、グリースガンって書いてありました。これちょっとつけていきますね。よいしょ。これ今ここね、こういう風に穴になってるんですよ。ここに、よいしょ、これ取って、はい、で、ここのネジにこうクイクイってつけるだけ。はい、差し込み終えたら、はい、かぶせて、はい、OK。 まあこれね、レバーでグイーってこう押すと、先端からね、よいしょ、はい、こんな感じで出てきますよっていうね。はい、じゃあグリスアップしていきます。すいません、作業中にマイクが取れちゃったみたいなんで、オフレコでちょっと説明したいと思います。はい、それでは、モアの前面の方なんですけれども、ポチってなってるところ、ここがグリスアップするところですね。グリスガンを差し込んで3回ぐらい押します。そうすると古い油がこう出てきますので、出てきたらそれで、終わりですね。で、取り出す時もそのまま引き抜くんじゃなくて、ちょっと傾けて引いた方がいいって確かなんか書いてあったと思うんで、そんな感じで、取り出します。はい、タイヤのところも、グリスアップして、で、はい、上から出てきました。これで OK です。あとは他のグリスアップする箇所に、グリスを入れていきます。ついでなんで、エンジンのフィルターの部分をきれいにしたいと思います。カバー外すとこんな感じで、閉まってるところがあるんで、ネジ緩めて、で、取り出します。で、外側のスポンジ結構汚れてるんで、これをまあその場ではたいたりして軽く取るなり、あとコンプレッサーがあるんであれば、コンプレッサーで、きれいにしてあげてください。まあ、本当はね、草刈りしたたんびにこれやった方がいいとは思うんですけどね。中のカートリッジみたいな、これもちょっとトントントンってやるとホコリが出てきますんで、これもね、本当はコンプレッサーでシューってやった方がいいんで、ちょっとコンプレッサーでちょっとやりますね。なければそのままでいいです。スポンジの部分が汚れてましたんで、バケツの中に灯油を入れて、それでちょっともみ洗いしようと思います。もみ洗いし終わった後はね、しっかり乾燥させてからまたフィルターをつけてください。で、あと燃料なんですけれども、ガソリンタンク、これ完全に満タンにするか完全に空っぽにするか、どちらかやってください。説明書とかにはね、もう中を全部空っぽにして、で、エンジン内部のガソリンも抜いてくださいって書いてあるんですけれども、面倒なんで僕はもう満タンでやってます。まあ、特にこれで支障はないんで。で、最後に、バッテリーを外します。バッテリーを外すときはこのマイナス、黒い方ですね、黒い方を外すだけで大丈夫です。さっきのガソリンもそうなんですけれども、保管場所に置いてからガソリンを満タンにするなり空にするなりして、で、このバッテリーの取り外しもこの保管場所で行ってください。端子の部分、金属に触れないような格好で置いておいてください。はい、じゃあこれもやっていきます。まず暖気して、エンジン温めて、で、オイル流れやすくします。このモアはこの座席の後ろ側にこう書いてありますね。ここにオイルで、エンジン、これブリグスってやつですか、
なので 1.3 リッターって書いてありますね。 1.3 用意します。でこれ肝心なオイル入れる部分どこかなって見てみるとこれですね。ここを開けてでね、鍵、この鍵でここのロックをねこうやってカチッてやって、でこっちもカチッてやると開きますんで、でこれですね、これがオイルを入れる口ですね。ちょっと外しておきます。で肝心な、オイルを出すところはというと、下見ていくと、ここにありますね。これですね、これをひねれば出てきます、エンジンオイルが。で大抵どういうところにねこういうドレンコックがあるかというと、このオイルを入れるところ、この先をこう辿っていくと、そこがオイルが溜まる場所、まあエンジンがある場所で、でその近くに大抵あったりします。これをひねっていきますんで、ここに受け皿入れます、置きますね。はい、はい、で終わったんで、今度は上からオイルを入れていきます。あ、いいですね、大丈夫っす。よっ、これでオイル交換おしまいですね。次にグリスアップなんですけれども、これも乗る椅子の背面にこういうふうに矢印でここグリスアップしてくださいって書いてありますんで、この通り行きます。出てきましたね、ここね。黒い方、マイナスの方、こっちを外しますね。はい、 OK です。1台目の時も言いましたけど、最後のこのバッテリーのマイナスの方、プラス黒い方を外す時は、これはね保管場所に置いてから、それで外しておいてくださいね。はい、これで一通り終わりました。はい、こんな感じで、乗用モアの、冬場の作業、オイル交換と、グリスアップでバッテリー外すっていう、そういうのをやりました。年に1回はオイル交換しますね。こういう落ち着いてる時に、説明書とか見るとやっぱね、走行時間何時間に1回変えるって感じなんですけど、その時間行ってようが行ってなかろうが、もうこの時期にやっちゃっていい年を迎えるっていう、そういう感じでやりますね。参考になれば幸いです。はい、終わります。
メガネ曇るね、これは。よいしょ。